お元気ですか？ボクシミです。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画3回目でございます。で、こちらはですね、1パック7枚入り、1ボックス18パック入りでございます。今年最後のね、開封動画でございます。前編後編に分けて、9パックずつやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは前編の9パックずつやっていきたいと思います。9パックずつじゃなくてね、9パックでやりたいと思います。まずは前編の9パックずつでございますが、もうすでにね、開封しておりますので、ノーマルカードの説明つきましてはね、割愛とさせていただきます。レアカードといってね、尻のカードのみね、説明しますので、よろしくお願いいたします。それではやっていきたいと思います。まずは、この3回目の前編1袋目でございます。北山紘輝投手のカードでございますが、なんとですね、一発目から直筆サインカード出てしまいました。ポンテ投手の直筆サインカードでございます。こちらがですね、50シリでございます。最近ですね、私はね、外国人のね、直筆サインカードね、最近ね、多いんですよね、で、続けていきたいと思います。川野流星投手のこれはキラでございます。はい、2袋目でございます。まあ運が良ければね、2枚目のね、直筆サインカードも出ることもたまーにありますけどね、あまり期待しないでください。で、エゴ地帯が、外野手のこれね、カードでございます。こちらはね、シリはね、ありません。奈良間大輝内野手のキラでございます。はい、3袋目でございます。で、安西かなと投手のこれキラでございます。今川優馬外野手のカードでございます。はい、4袋目でございます。で、こちらですね、松本剛外野手のね、カードでございます。清宮幸太郎内野手のカードでございます。5袋目でございます。
で加藤豪介内野手のこれカードでございます。石川直也投手のこれかキラでございます。6袋目でございます。で上川畑大吾内野手のねこれカードでございます。でちょっとこれ鏡張りになってますのでね、ちょっとあんまりね真正面になるとですね、ちょっと私の顔が映ってしまう恐れがありますのでね、その辺ご了承ください。エゴスタイガ、外野手のこれキラでございます。7袋目でございます。ちょっとねぼやけてるかもしれませんが、その辺ちょっとご了承ください。加藤貴之投手の、ね、カードでございます。で宇佐美慎吾星のカードでございます。カードでキラでございますが、現在は中日ドラゴンズに在籍しております。松本剛外野手でございます。8袋目でございます。で金村翔馬投手のねこれカードでございます。松本剛外野手での外野手のキラでございます。で最後のね9パックやっていきたいと思います。伊藤博美投手のカードでございます。で根本遥投手のキラでございます。はい、以上でございます。以上で BBM 北海道日本ハムベース、あ、ごめんなさい、 BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2023開封動画3回目の前編9パック終わりたいと思います。前編にですねこちらのね、このねポンセ投手のね直筆サインカードが出ました。後編の方もね9パックやっていきますが、直筆サインカードはね難しいかもしれませんが、もし興味のある方はねぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。